舞台指揮官は敬礼を受けた後、舞台の指揮を執ります。音楽隊は兵庫県伊丹市に所在する第三師団直轄部隊です。隊員の指揮高揚、自衛隊の儀式広報のための演奏を主任務として幅広く活動しています。指揮官は河原拓海一等陸尉です。続いて第四節団本部月隊です。第四節団が総隊した昭和36年からここ大久保駐屯地に所在しております。団本部月隊は団本部の指揮幕僚活動を支えることを主たる任務としています。指揮官は佐藤正弘一等陸尉です。続いて第307団部車両中隊です。昭和60年3月に総隊し、ここ大久保駐屯地に所在しています。大型ダンプトラックを装備し、各種輸送主たる任務としています。指揮官は岸本浩二三等陸佐です。続いて第304水災障害中隊です。平成16年3月に総隊し、和歌山県美浜町に所在しています。給養式水災地雷敷設装置を装備し、主に海岸部における障害構成の敷設活動により各部隊の支援を主たる任務としています。指揮官は大塚康弘二等陸佐です。整列スメイ。続いて第104敷設直接支援大隊です。平成16年3月に総隊し、ここ大久保駐屯地に主力を置き、米下部隊を富山、福井、愛知、岐阜、和歌山、岡山、島根の各年に配置しています。10年間を装備し、第4節団の整備支援を主たる任務としています。指揮官は安倍康弘三等陸佐です。はい、続いて第102敵機大隊です。昭和48年3月に総隊し、ここ大久保駐屯地に所在しています。ろ過機材と建設機材を装備し、主にろ過交通建築の施設活動により各部隊の支援を主たる任務としています。指揮官が整列スメイ。
関越部隊指揮官に敬礼。感謝状受賞者の紹介。観閲官、臨場、部隊、気をつけ。第33代第4節団長兼ねて第37代大久保駐屯地司令吉原隆陸将補です。大久保駐屯地創立67周年および第4節団総隊63周年記念式典を挙行します。関越艦登壇。関越艦に栄誉で捧げつつ、はい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 、
大久保駐村地において参議院議員岸田様、参議院議員山井様の国会議員の皆様、京都府議会の議員の皆様、京都府南部並びに奈良県内の市町村長および議会議員の皆様をはじめ、多数のご来賓のご臨席を賜り、大久保駐屯地創立67周年および第四切断総体63周年の記念式典を挙行できますことは、隊員一同大きな喜びと、今般関東大震災、東南部集中豪雨災害など大規模な天災が控えて、再度進んでくることができましたことは、皆様の深いご理解とご協力によって伝えて、先輩の絶え間の努力の賜物であるさて、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しております。戦後最大の試練の時を迎える国際社会において、我が国が位置するインド太平洋地域は安全保障上の課題が多く、日本はその最前線に位置しているといわれています。隊員家族の皆様をはじめ、大久保駐屯地第4切断のこれまでのご活動にご理解ご協力をいただきました皆様に重ねて感謝を申し上げ、式辞とします。令和6年5月26日第4切断庁大久保駐屯地で激闘を報告されています。舞台気をつけ、指揮者のみの敬礼。観閲館砲弾、舞台整列休め。来賓祝辞。ここで来賓の方からご祝福と賜ります。舞台気をつけ、気をつけ。参議院議員石田庄司様、よろしくお願いします。運ばれたんじゃない。セールスファイ、大久保駐屯地67周年、そして施設団体切断第4切断の63周年の記念祝賀会。盛大に開催されましたことを心よりご祝福願います。先ほど吉原司令からご挨拶ありましたように、ご紹介賜りました参議院議員の吉井明でございます。まず私からも能登半島地震でお亡くなりになられた方々に対しまして、哀悼の誠を捧げるとともに、復興に向けて我々自身も全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。本日は大久保駐屯地お祝いの言葉を誠におめでとうございます。舞台気をつけ、参議院議員吉井明様、ありがとうございました。続きまして衆議院議員山井和則様、よろしくお願いします。ご訪問を紹介させていただきます。ご紹介の際は恐れ入りますが、この場にご起立をお願いします。
幸子様代理、島田愛子様。祝電披露。ここで祝電を披露させていただきます。大久保駐屯地創立67周年記念行事及び第4衆議院議員高市早苗様、衆議院議員武田良太様、衆議院議員竹内譲様、衆議院議員奥野信介様、参議院議員佐藤雅史さん様、衆議院議員田野瀬太郎様、参議院議員議員前原誠二様、参議院議員福山哲郎様、天野井和則様、衆議院議員馬淵澄夫様、衆議院議員北上平郎様、衆議院和彦様、田原元町長高江博文様、このほか中部方面隊各部隊長等からいただきましたご祝電は祝賀会食会場に掲示しておりますのでご覧ください。以上で祝電披露終わります。関越行進準備。関越行進の体制を取れ。出身山崎明二等陸尉です。林田義明二等陸尉と大隊本部幕僚です。